でもあれだけ教えたってよ、バイクさん。え、あの家飲みで、これはもう言えちゃうかなって。あー、だから家飲みを結構前にした女の子いて、2か3、3ぐらいで家飲みしてたんですけど、後輩とかと。で、朝なって僕がお気に入ってたであろう子がちゃんと残ってくれて、で、5時ぐらいからこう、もうなんか行ける空気出たんで、ちょっと行ってみたんですよ、ぐっと。そしたら、あ、うんって、もうごめんよって、やっぱりごめんって言って、1週間前、犬死んだからそういう気に なられへん。これ本当にね、世の女性、世の断る理由探してる女性、みんな使ってください。ただこれに関してはその断る理由というからマジなんで、そこから俺20分ぐらいその子の犬見てましたから、写真で見て、これが何歳の時でとかもう全部見させられて。でもさ、犬死んだからさ、そういう気になられへんって。そのさ、じゃあもうここも来たあかんやん。そのどんちゃんもしたあかんのよ。なんやで、その犬とセックスに何のその密接な関係あんのかそれっていう。だから森田、これは見解やけど、犬死んだ悲しさを捨てるためにドンちゃんを捨てんねん、多分。けど、そういう行為は、犬を愛を思い出させるからへこむねん。ドンちゃんは気が紛れない。やっぱ、もしエッチしてても、エッチ中に犬を思い出しちゃうってこと？そうじゃない。こっちがせかせか動いてんのに、なんかツーって涙出されたら嫌っすもん。いやいや。無言のやつだ。犬のように腰振ってはるとかさ。だから、まあ、バックは絶対思い出すよな、多分。下世話なチャンネルちゃうのよ。やめてくれよ。